シュート打ってくる瞬間は両足を地面につけて止まるな、止まる、止まった状態からシュートに反応するには動かして離さな、できか、ね、でオーバーな動きです絶対。構えるっていうのは空中にいて上から下に降りてきて地面につく瞬間や、いつかってたら今、今だからタイミング取っていいの、でシュートに対してでキャッチな、こいつな、これは正確に言うとダイビングってテクニック、肩よりちょっと横、ここのボール、ほんまはさっきやったみたいで正面入れるのが一番やんな、でもそれ以上に早く来てるから何か違うことせない、これローリングの場合例えば一歩で取れるとこやからキャッチしたら止まって、で止まってからしゃがんで転がす、ここはシュートに止まる、止まったらゆっくり倒す、邪魔やったらこの手外して、いいで最初からそう、飛んどいて飛んどいて、もうそういうこと、もうそういうこと、それで方向は止まる止まる、そういうことやな、ナイス、マーク外してゴールをゴールエリアの前出してもらって、できよ、両方側のゴール出して